皆さん、おはようございます。FX 専業トレーダーの翔太です。本日、10月27日木曜日の、ポンド円の相場展望をやっていきたいと思うんですけども、ポンド円はですね、昨日僕が言ってたこの切り下げラインですね。この切り下げラインを、こう抜いてですね、で、結局、こう上昇したわけなんですけども、ここですね、僕が注目してたのは、この、言ったら、この戻りのね、高値と、あと、実体レベルの、ここ、ゾーンとして考えてて、このゾーンをですね、明確に、上抜けると、結構、上昇してくるかなと。で、僕的にはですね、この 127.5 円、ここですね、ここまで上がってきたら、一旦こう、抑えられるというか、反発してくるかなと思ってたんですけども、今見るとね、こう、勢いよくも、こう、ブレイクしたっていうことでね。んでですね、この、127.669 と 127.580 ってあると思うんですけど、これ、実はこれもゾーンとして考えてた場所なんですね、僕的に。っていうのが、この波の、この波、これ。で、これ、直近のね、これ安値をね、作ってますよね、ここ。この、直近のこの安値を作った、この波の、この高値ですよね。戻り高値。これ、ヒゲで考えるなら、ここ。実体で考えるなら、この辺っていうことで、ここもゾーンとして考えてたんですね。で、今ですね、このゾーンも明確に抜いてきてて、で、今ちょっとぐずつき始めてるっていうところなんですね。で、128円っていう切り板で抑えられてるのかなっていう印象を受けるんですけど、個人的にはですね、やっぱ一旦こう戻りをですね、戻りっていうか押しを待って、で、このゾーン付近ですね、やっぱりこの 127.669 か580。この辺ぐらいまでこう押しがかかってきてからの買いで128円を上抜けるかどうかっていうのは分かんないんで、128円に、もし到達するようだったら、その手前ぐらいで例えば半分ぐらい、利確をしといて、残りの半分をちょっとこう様子見てみるとか、分割決済ですね。そういうのやってもいいかなと思ってるんですけど、当然こう押しをかけずにそのままもう、難なく128円もブレイクしてくる、可能性もあるんで、ちょっとこう様子見しとこうかなっていう感じですね。ここの直近のこの高値で抑えられているっていうふうにも全然見えますし、とりあえずこの辺でね、何かしらの反応は示してくるんじゃないのかなと思ってますね。今この 20SMA と 20EMA との間で乖離もありますしね、結構。やっぱりそういうふうに考えても、結構異常なまでのこう上昇の勢いなんで、そろそろこう押しがね、さらに上昇すると考えても、そろそろ押しが作られてからまた上昇っていうのを考えた方がいいかなっていう場面ですよね。で、その買いで考えるならそういう感じですかね。で、その売りで考えるんであれば、そうですね。今、この4時間足レベルで、この、チャンネルのね、中にまた入ってきたっていうところなんですけども、売りで考えるんであればですね、やっぱりこのチャンネルを、またチャンネルの外側に、外側っていうことは、つまりこの、下側のね、この切り上げライン、これ。この下をブレイクして、で、1時間足で見ると、これになるんですけど、その切り上げラインが。要は、この切り上げラインの下にブレイクするまでは、ちょっと売りでは考えづらいかなっていうね。でも、直近で見るなら、この128円、またはこの直近高値、ここですね、に抑えられての、この、押しを作ってくるその下落を狙った、短期的な売りエントリーっていうのはやってもいいのかなと思いますけどね。でも当然こう押しを作らずにそのまま上にブレイクしてくる危険性もあるんで、
その売りエントリーするにしてもちゃんとですね、損切りの、ポイントはですね、損切りポイントは、あらかじめ設定しておいた方がいいですね。うん。という感じですかね。はい。というわけで、今、現段階では買いエントリーで考えた方が、やりやすいかなという感じですね。そんな感じで、本日の相場展望は終わりたいと思うんですけど、最後にお知らせですね。いつもお知らせしてるんですけど、僕のね、FX 教材の、リンクをですね、この動画の下の概要欄に、いつもね、貼っておりますんで、よければご参考になられてみてください。きっとですね、あなたの、トレードのパフォーマンスが、かなり向上する、そんな教材になっていると思いますんで、ぜひですね、お楽しみください。はい、というわけで、翔太でした。ありがとうございました。